こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、宇都宮記念2日目、えー、優秀戦の予想をしたいと思います。はい。えー、こちらですね。えー、平原武田のゴールデンコンビがあ出ました。で、えー、っと、優秀戦では組まれます。で、えー、四分戦ということで、えー、っとですね、一番、 えっと、バックをたくさん取ってる選手が、存在しない。平原が一番取ってるぐらいということで、最後は、あの平、えー、っと、1コーナーぐらいからでもかましでいくんじゃないかなと思、思いまして、えー、っと、かますんですが、そこに、あの、最後、えー、初日、えー、13秒1、えー、上がりタイムですね。えー コースレコードを塗り替えました。えー、中川聖一郎が、えー、巻きり込んでくるんじゃないかなと思いまして、えー、中川の頭から、あのー、行きたいと思ってます。はい、詳しく見てみましょう。12レースの優秀戦です。はい、えー、ご覧のですね、4分戦ですね。 えっと、本当に、えっと、バック回数を取るせ選手が、えっと、まあ、平原が6回、小松崎が5回、しかもですねあん、このバックを取るって言ってもですね、そんなはあの早仕掛きはしない。かまし、まあ、バックを取る早めのまくりという、 感じの競争の決まり手でバックを取ってるというところですね。はい。えっ、ー、と、ホーム回数見てても一番は小松崎なので、えっ、ー、と、まあ、あとスタート回数が見てても誰が取るのかっていうのは難しいところですね。私は桑原が取ると思います。えっ、ー、と、それで、えー、中川を入れさせてですね。 で、大原になるか、小松崎になるか、えー、っと、平原になるかが後ろと見て、そして、えー、っと、一度ですねあ、陰を、あの、切る、えの、中川を押さえに来るのは小松崎じゃないかなと思ってます。えー、っと、そして小松崎が、あのー、一度切ったところを、 えっと、ひら、が、ホームぐらいで、ホームはないかな金三角ぐらいかなで、えっと、小松崎は、三者いますからね、やっぱり、後ろのことも考えつつ積極的に、行くけど、やっぱり自分も残りたいということで、まあ、小松崎こういうレース多いんですよね。えっと、一度は先手を取るけど、結局流してしまって、他に叩かれるという。 で、インに詰まって、あの、敗退してしまうという競争が多いんですよね。で、えー、そういうな、ところで小松崎は前に出るんだけれども、えー、っと、ここはですね、武田を連れた平原が、やっぱり、あの、最終的に、まあ、関東ということで、決勝戦を見据えた競争になると思われるんで、 もう、あの、ホームスイカは一気に、あの、叩いていっちゃうんじゃないかなと思います。で、小松崎当然前で流してるんで、これはできちゃうんじゃないかなと。で、後ろに尾腹がつけて、いや、一度り淡白な中川は、まあ、前を取ったということもあって、後方に置かれる流れなのではないかなと思います。で、当然は早めに、平原仕掛けてるんで、平原は垂れる。 で、武田は番手絶好で4コーナーから踏む。で、えっ、ー、と、その後ろにはまってる小原が、えっ、ー、と、まくり追い込み気味。さらにその後ろ、中が、えっ、ー、と、前日ですね。前日と言いますか、初日、上がりタイム13秒1で、えーレ、レコードタイムを本当に、えっ、ー、と、久しぶりに塗り替えました。 中川聖一郎が、あのー、最後は、ま、外を一気に、あの、伸びてくるんじゃないかなと思います。まあ、ここは、あの、候補に置かれても、やっぱりその辺は足を溜めて、えー、ま、まくる。で、えー、っと、ま、みんなですね、足を試す競争なので、そんなあの、横の牽制とかはないと思いますし、やっぱり初日ですね、やっぱり、 コースレコードあのを叩き出してですね。勢いってこの競輪って何でも、競輪に限らず何でも大切だと思うんですが、勢いに乗っているっていうのがすごくあの力になると思うんですね。なので、結局こういう綺麗な競争の中、あの、初日勢いに乗った、えー 中川が最後来るんじゃないかなと思います。えー、っと、でですね、この相手を見てください。えー、っと、平原を外しました、まあ。平原はやっぱ早めの叩きを、競争をするんじゃないかなと思いまして、武田は抜け出すんだけど、平原は、うん2着はどうなのかなと思いました。一応、桑原上げてるんですけど、なんか、 他の選手に来られるのか、4コーナーで足をなくしてしまうのかというのも考えられるんで、一応、まあ中川のまくりも結構遅めですからね、スピードに乗れ、勢いに乗れれば、そのスピードに乗れれば流れ込みも可能ではあるんですが、まあ前にもいろいろ選手がいますから、まあそんなにすんなり行くか。 で、えー、次が、おば、おばですね。このお原。ら。正一も中川がクレバーなレース見せましたからね。中川より前に行って、で、武田の後ろからさらにあの強襲してくるんじゃないかなと思います。で、小松崎ですね。えっと、もしですね、あの、陰を、 あのー、勝負どころでですね、中川を押さえに来るのが、小原だったり、平原だったりした場合、小松、えっ、ー、と、小松明がなかった場合、えっ、ー、と、逆にですね、まあ、 オーバーない小松崎がこう叩いて、そこに乗って、えー、っと、まあ、あんまりですね、小松崎の後ろの選手が恵まれるというのがあんまりないですから、えー、ほぼ直線勝負みたいな形で、えー、前残りするんじゃないかなと、一応これも押さえておかなければならないなと思いまして、えー、この73も押さえました。 えー、7番の中川からこの4点で行ってみたいと思います。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。えー、っと、本日は12、えー、っと、宇都宮記念2日目12レース優秀戦の予想をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでは、えー チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。この動画のタイトルの下あ、動画の下、タイトルがあります。そのタイトルの右側にチャンネル登録ボタンがありますので、まだ登録されていらっしゃらない方はぜひよろしくお願いします。また、高評価、コメント、えー、また、この動画の SNS などの拡散も歓迎しております。 ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら見ていただくとともに、動画のプレイリストについてはですね、えっ、ー、と、動画のプレイリストの、えー、動画リストの右上に、えっ、ー、と、ブックマークをするボタンがありますので、 チャンネルをお持ちの方はそちらも登録していた、登録してですね、リンクしていただければ嬉しいです。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。